おい柴田、おい柴田、おい柴田、おい、お前どうしちゃったんだよ。お前さ、今まで誰でも彼でも叩いて、マックス村井さんの時だって、村井さんの会社が潰れそうになったって、それでも煽ってたんだろ。それがお前なんだろ。それなのに今回はなんだよ。ヒカルの友達になったから、だから叩けないのっていうのかよ。お前さ、ヒカルの犬になっちまったのかよ。今までのお前とは違えじゃないかよ。そんなの柴田じゃないと思うぞ。どんな時だって、何があったって、悪いことがあったら、炎上したら、それに対して首突っ込むのが YouTuber、 そして柴田、それがお前なんじゃねえのかよ。俺は見損なったよ。そんなの柴田じゃねえよ。おい柴田、柴田、柴田、アロマ嗅がないか。アロマってのはそうだ、この自然の中にあふれる植物、その香りのことだよ。この植物の一つ一つ、花も木も草も、すべてに意味がある、すべてに価値がある。その香りにそれぞれ意味があるんだ。ちゃんと嗅いで一度頭を冷やしてほしいんだ。みんなそれぞれいいところがある、みんなそれぞれ違う個性を持ってる。でもお前の個性をしっかり思い出すんだ。アロマを嗅いで頭を冷やすんだ。最後に言っとくけど、忘れてませんから。